こんにちは。こんにちは。ひろいです。金子です。ほうれい線とか顔のたるみって最大のテーマだと思うんですよ、皆さん。人それぞれなんかこう解消方法が違うなっていうのを思うわけですよ。いろんな方を手術してて。上から顔がたるんでできちゃう人と、下からこう引っ張ってたるんでできちゃう人。そういうのが顔のたるみとかほうれい線って結構あると思うんだけど、はい、頭の辺は結構最近紹介してるじゃないですか。はい、こっちの方が原因でなってる人は、おそらくこっちやってもあんまり解消しないと思う。うん、今日はこっちの方を上にシュッと上げて、ほうれい線とか顔のたるみを解消する方法をご紹介したいと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。ここで一つ皆さんにお知らせがあります。顔のマッサージや顔の運動など様々な動画を出してきましたが、シワやたるみの原因やその顔の筋肉の構造などあまり詳しく動画で触れてないので、そういう内容を知りたいっていうお声があったので、一冊の本にまとめました。4月の下旬に販売になります。現在楽天で先行予約販売を行っておりますので、ご興味ある方はぜひ概要欄からご覧になってください。そしたらまずですね、鎖骨がこうやってあるので、内側に人差し指を横にクッと入れる。鎖骨があって内側にクッと指を入れる。左の鎖骨を右の人差し指で押す。で、こっちの親指をヘラのとこのヘラのここに入れる。で、そのまま上をこう向いて少しこう動かすように首の前側を伸ばす。はい、これ30秒いきますよ。はい、用意スタート。グッと鎖骨下リンパ、耳下腺リンパ、エラのとこのリンパを押して刺激しながら、この強さ乳突筋ストレッチ。結構この前側、ここが痛くなって顔がたるんでほうれい線になっちゃうっていう方が多いから、うん、片方だけたるんでる人が結構いない。はい、います。そういう人は決まって硬いんですよ、ここがグーンってシュッてしたいじゃないですか。そうですね、これ痛いな痛いよね。痛いですね。そうそう、はい、 OK です。はい、そしたら今度逆側に指をキュッと入れたら、また親指でヘラのところ、親指を横にセットしてグーングーンと抜いていきます。用意スタート。こっちの方が痛くないな。あ、そう。はい、あれですよね、こっちの引っ張られ具合でほうれい線のこの左右の濃さが違 う、 う、ね、そうそうそう。なんか私右の方が結構濃いですとか、はい、いらっしゃるじゃないですか、はい、そういう人は右の方が痛いし、うんうん、とかあると思うんで。そうですね、うん、あ、そういう意味では僕やっぱ左の方がさっき痛かったから、うん、左の方がどっちかというとちょっとたるむ傾向にはあるんですよね、将来的にね。ああ、でも伸びてる感覚がやっぱありますね、ビヨーン。そう、こうビヨーンってね、うんうんうん、はい、OK です。はい、そしたら今度はですね、耳の穴からこっちの耳のライン上のここの骨、ここですね、ここをグッと上に両手で引き上げる。グッと引き上げる。これで30秒キープします。はい、用意スタート。ちょっとキュッと入れ込んでみて、キュッと入れ込んでグッて上げると痛いと思うんですよ。この耳の穴の指一本隣、この、まあ、もみ上げと耳の穴の間らへんですかね、うん、このゴリゴリした骨にキュッと入れて、キュッと入れてグーッと、その力で力強く上に押し上げると結構痛いと思うんですよ。はい、グーッと結構痛いね。結構痛いですね。よし、はい、 OK です。はい、そしたら今度グーで、特に人差し指のこう面を頬骨ってことね、グッて押し込む。ほんとここにこうパンチ、これも30秒いきます。はい、用意スタート。方向的にはもう本当に頬骨にグッとパンチ。今こう僕は膝に手をこう置いてやってます。これの方が楽です。あ、確かに、うん、これこれだけでこんな痛いから殴られるともっと痛いんだな。パンチってさ、はい、基本外側から内側に向けて結構放つじゃん、こうやって、はいはい、こういきたいよ、こうやっていけば頬骨に向かってこうやってそしたらそうね、顔もピュッと、そう、めっちゃ引き上がる、引き上がりますね、うん、はい、OK、 はい、じゃあ今度逆側、はい、用意スタート。これあんま強くやらないで、あの、ほんと動物に押し当てるぐらいじゃん。動物に押し当てる。ほんと猫にやるぐらい。猫にやって、猫が嫌がらないぐらい。無心で入れるくらい。そう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 。あ、そんなやつです。自分家の犬が、それでもうどっか行っちゃうんだったら、強いから。なるほどなるほど。隣の人でもいいやん。これぐらいだったらさ、別にやってていい感じじゃない。はい、なるほど。こうやってやられるとちょっと嫌じゃん。やめてほしい。はい。そうだよ、そんな感じだ。やめてほしい。すいませんはい、 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。顔ってなんか意外と固まってるなってこういうのやっといつも思って、ね、思います。はい、ね、年々固まる度合いが強くなってってる感じですね。確かに今やね、40代中盤に差し掛かる。30代の時なかったの。20代の時なんて全くなかったし、うんうん、だからこれがどんどん年を重ねていくと、この固まる感じと固まるスピードが速くなると思ってる。
はい、なるべくこうやって日々マッサージを取り入れて顔の血流とお肌を整えていってください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアランス TV では、今より綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々を増えてほしいと思う動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。実は1年前から松平健さんと枕を作っていました。作った枕はこちらになります。名前は健眠枕と言います。おお、いい感じでしょ。気持ちいいですねこれ。そうなのよ。これ実は体圧分散実験してて、こっちが従来の枕、はい、これが健眠枕。すっごい平均的に圧がこうやって分散されてるの分かる。はい、寝まーす。おお。これはこう分かりますか。卵割れないようにふわって。実際柔らかさどれぐらい違うかちょっと触ってもらいたい。全然違う。これ、うん、柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいと頭とか体がグッて沈み込みすぎるんじゃないかって思うんですけど、うんうん、寝てると全然そんな感じないですね。そうなんだよね。こんな柔らかかったか。定価価格が14,980円、うん、はい、なんとうちの動画見てくださってる方には9,800円。あの概要欄に枕のサイトとあとクーポンコード、もし興味ある方はぜひ早めにご購入してください。